皆さんこんにちは、戦場カメラマンの渡辺陽一です。戦場といっても線路の上を走る、これが本当の戦場。失礼いたしました、鉄道調査員クルフォートです。グリーン車を連結しない通常の自由席と指定席のみで構成された特急オホーツク、通称モノクラス、こちらを、撮影してきました。新作映像集が完成しましたので、今回皆さんにご覧いただいております。参考資料、こちらが通常のグリーン車を連結した特急大雪。2両目だけ座席の位置と窓が高いのがお分かりいただけますでしょうか。4両全体がこう高さが合ってるので、ね、統一感が取れて綺麗だったんですよね。当チャンネルでは北海道内のさまざまな鉄道風景、道内を走る列車や各地の駅舎を紹介したり、今は廃止になってしまった鉄道路線の跡を巡ったり、引退してしまった SL 電車などの保存されている車両廃車帯を見学に行ったりだとか、また鉄道以外の動物の写真だったり美しい自然風景、もう使われなくなってしまった廃墟になってしまった建物や廃校になってしまった学校、今は使われなくなってしまった廃道などを紹介していく予定でございます。ぜひ興味がありましたらチャンネル登録や高評価、感想コメントなどを書いていただいて、他の動画もご覧いただけたら幸いでございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。鉄道調査員クルフォードが北海道よりお送りいたしました。